クロマチン構造の基本的単位ヌクレオソームは、深刻生物における DNA のパッケージングの基本的単位である。ヌクレオソームの構造は8つのヒストンタンパク質に巻きついた DNA 断片から構成され、概念的には糸巻きに巻きついた糸に類似している。ヌクレオソームは、クロマチンの基本的サブユニットである。 核ヌクレオソームの8つのヒストンタンパク質はヒストン8両体と呼ばれ、その周囲には2ターン弱の DNA が巻きついている。ヒストン8両体はヒストン H2A、H2Y と H3、H4 角2コピーずつから構成される。DNA は細胞核の内部に収まるためにはコンパクトなヌクレオソーム構造を形成する必要がある。ヌクレオソームの形成に加えて 真核生物のクロマチンはより複雑な構造へと折りたたまれてさらにコンパクトな形状となり最終的には染色体を形成する。人の各細胞には約3000万個のヌクレオソームが含まれている。ヌクレオソームはコアヒストンへの共有結合就職の形でエピジェネティックな遺伝情報を運ぶと考えられている。ゲノム中のヌクレオソームの位置はランダムではなく、 核ヌクレオソームの位置によって、調節タンパク質の DNA へのアクセシビリティが決定される。ヌクレオソームは1974年にダン・オリンスとアダ・オリンスによって、電子顕微鏡を用いて、初めて粒子として観察され、約200円基体の DNA に囲まれたヒストン8、両体構造はロジャー・コーンバーグによって提唱された。ヌクレオソームの一般的な遺伝子リプレッサーとしての、 役割は、1987年にロークラによって、インビトロで、1988年にハント、グランスタインによって、インビボで実証された。ヌクレオソームコア粒子には、約 146BP の DNA が含まれ、DNA はヒストン8両体の周囲を、左巻きの長螺線で1.67周分巻いている。コア粒子は、最長で、 約 80BP のリンカー DNA によって連結されている。ヌクレオソームは専門的にはコア粒子と一つのリンカー領域として定義されるが、この言葉はしばしばコア粒子と同義に用いられる。現在では全ゲノムのヌクレオソームの位置マップがマウスの肝臓や脳など多くのモデル生物で利用可能である。ヒストン H1 とそのアイソフォームなどのリンカーヒストンは クロマチンのコンパクト化に関与しており、これらはヌクレオソームの DNA の入り口と出口の金傍に位置してリンカー領域の DNA と結合している。リンカーヒストンを含まず凝縮していないヌクレオソームの電子顕微鏡像は DNA の紐で繋がったビーズのような外見をしている。ほとんどの深核細胞とは対照的に成熟した精細胞は ゲノム DNA のパッケージングに主にプロタミンを利用する。これは、はるかに高いパッケージングを達成するためである。可能性が高い。古細菌でもヒストンに対応するものや単純なクロマチン構造が発見されており、ヌクレオソームを利用する生物は、真核生物だけではないことが示唆されている。H2A、H2 バと H3。 H4 コアヒストンと DNA から構成されるヌクレオソームコア粒子超螺旋軸方向から概要1980年代のアーロン・クラグのグループによる先駆的な構造研究によりヒストンタンパク質8両体の周囲に DNA が左巻き蝶螺旋で約1.7ターン巻きついているという最初の証拠が得られた1997年にはヌクレオソームの 近原子分解能の結晶構造が、リッチモンドのグループによって解かれ、粒子の最も重要な詳細が示された。この結晶構造を得るのに重要であった、ヒトアルファーサテライトの解分配列 DNA は、オークリッチ国立研究所のバニックのグループによって開発されたものである。これまでに20種類以上の異なるヌクレオソームコア粒子の構造が解かれており、 ヒストンバリアントを含むものや異なる生物種のヒストンも含むものも含まれている。ヌクレオソームコア粒子の構造は顕著に保存されており、カエルと酵母のヒストンは100残期以上が異なるが、全体での平均事情偏差はわずか1.6である。ヌクレオソームコア粒子ヌクレオソームコア粒子には約 146BP の DNA が含まれ、ヒストン H2A、H2 倍と H3。 H4 角にコピーずつからなるヒストン8両体の周囲に左巻きら螺んで約1.67周分巻きついている。隣接するヌクレオソームとはリンカー DNA と呼ばれる拘束されていない DNA によって連結されている。リンカー DNA の長さは生物種や組織によって 1080BP 程度と差がある。ヌクレオソームコア粒子の全体構造は 直径11ナノメートル、高さ5.5ナノメートルの円筒形である。アポトーシスによる DNA 断片化。分解されたクロマチンが左のレーン、DNA マーカーが真ん中のレーンである。ヌクレオソームの構成の模式図ヌクレオソームコア粒子の結晶構造 PDB1X ヌクレオソームコア粒子は、間気のクロマチンを部分的に解どく処理を行った際に、 観察される。電子顕微鏡によって得られた像は、紐でつながったビーズのような形状をしており、紐が DNA、ビーズ一つ一つがヌクレオソームコア粒子である。ヌクレオソームコア粒子は DNA とヒストンタンパク質から構成される。D ニスによるクロマチンの部分分解によってヌクレオソームの構造は明らかにされる。リンカー部分と比較してヌクレオソームコア粒子の DNA には、 D に椅スがアクセスしにくいため DNA はヌクレオソーム間の距離の倍数に等しい長さの断片へと分解される。したがって部分分解を行った DNA のゲル電気営動でははしご状の非常に特徴的なパターンが観察される。こうした分解はアポトーシス時など自然条件下でも生じる。 ヌクレオソーム内のタンパク質相互作用、コアヒストンタンパク質はヒストンホールドと呼ばれる特徴的な構造モチーフが含まれる。ヒストンホールドは2つのループで隔てられた3本のアルファーヘリックスから構成される。溶液中ではヒストンタンパク質は H2AH2 バイトヘテロ2両体と H3H4 ヘテロ4両体を形成する。ヒストンは長い α にヘリックスを介して逆平行方向に2両体化する。さらに2つの H3H42 両体は H3 同士の広範囲にわたる相互作用によって安定化された4ヘリックスバンドルを形成する。H2AH2 バイト2両体は H4H2 バイト間の相互作用によって H3H44 両体に結合する。H4H2 バイト間の相互作用には素水的クラスターの形成が含まれる。ヒストン8両体は中心となる H3H44 両体が2つの H2A、H2 バイト2両体の間に挟まれることで形成される。4種類のコアヒストン全てが高い塩基性を有する。 ため、ヒストン8両体は DNA の存在化かか高旬濃度条件下でのみ安定である。ヒストン DNA 乾燥後作用ネクレオソームには120箇所以上の直接的なタンパク質 DNA 乾燥後作用と数百箇所の水分子を介した相互作用が含まれている。直接的なタンパク質 DNA 乾燥後作用は 8両体の表面に均等に分布しているのではなく、特定の部位に極在している。これは、8両体内では2種類の DNA 結合部位が形成されるためである。α1α1 部くらいでは2つの近接するヒストンタンパク質の α1 フェリックスが利用され、L1 リットル2部くらいは、 L1 と L2 のループによって形成される。即座の塩基性官能元や、ヒドロキシル元、主佐のアミドが DNA 骨格のリン酸元と塩化や、水素結合を形成し、DNA との相互作用の大部分を担う。ヌクレオソームがゲノム上に偏在的に分布することを考えると、それが配列非特異的な DNA 結合因子であることは重要である。 ヌクレオソームは一部の DNA 配列に対して選択性を示す傾向があるが、実質的にはどのような配列にも結合することが可能である。これは水分子を介した相互作用の柔軟性のためであると考えられている。さらに、タンパク質の側鎖とデオキシリボースの間では、非極性相互作用が形成され、DNA の含み沿が8両体表面に面している14箇所。 すべてで、アルギニン速さがインターカレートしている。DNA 結合部位の分布と結合強度は、ヌクレオソームコア内の DNA を変形させる。DNA の屈曲は一様ではなく、ねじれ欠陥を有する。溶液中の B 型 DNA では、ねじれは1ターンあたり 10.5BP である。しかし、ヌクレオソーム内の DNA の全体的なねじれは1、ターンあたり 10.2BP であり、 その値は9.4から10.9まで変動する。ヒストンテールドメインヒストンテールは、ヒストンの質量の最大30%を占いるが、高度な柔軟性のためヌクレオソームの結晶構造では可視化されず、大部分は安定な構造を形成しないと考えられている。ヒストン H3 と H2 バイトの N マッタンテールは2つの DNA 差の 含み溝によって形成されるチャンネルを通過し、20BP ごとに DNA から突出する。一方、ヒストン H4 の N マッタンテールには、高度に塩基性のアミノ酸が並んだ領域が存在し、この領域は、結晶構造中では、他のヌクレオソームの H2AH2 バイトに両体の酸性表面領域との相互作用を形成しており、ヌクレオソームの工事構造の形成と関係している。 可能性がある。この相互作用は、生理的条件下でも生じると考えられており、H4 のテールのアセチル化は、クロマチンの工事構造を歪めることが示唆される。現在のクロマチンの凝縮のモデル細胞核内で観察される DNA のパッケージングは、ヌクレオソームによる DNA の組織化だけでは、十分に説明することはできない。さらなるクロマチンの凝縮が必要であるが、 未だ理解は進んでいない。現在の理解では、リンカー DNA で隔てられたヌクレオソームの反復単位は、紐でつながったビーズと表現される10ナノメートル繊維を形成し、約50倍にパッキングされる。さらにヌクレオソームの鎖は30ナノメートル繊維へと配置される。この構造では、約50倍に圧縮され、その形成は、ヒストン H1 の存在に依存している。 テトラヌクレオソームの結晶構造が解かれ、それをもとに30ナノメートル繊維の二乗螺旋構造が提唱された。このモデルは近年の電子顕微鏡データとは相入れず、いまだに一定の論争がある。これ以上のクロマチンの構造についてはほとんど理解されていないが、古典的には中心となるタンパク質の足場に沿って30ナノメートルのセ維がループ状に配置され、 転写活性のあるユークロマチンを形成すると考えられている。さらに圧縮されると転写復活性なヘテロクロマチンとなる。ヌクレオソームは非常に安定なタンパク質 DNA 複合体であるが性的な複合体ではなくヌクレオソームスライディングや DNA の自発的露出など様々な構造的再構成が行われることが示されている。状況に依存して ヌクレオソームは転写因子の結合を阻害したり促進したりする。ヌクレオソームの配置には3つの主要な要素の寄与によって制御されている。1つ目にヒストン8両体の結合親和性は DNA 配列に依存する。2つ目にヌクレオソームは他のタンパク質因子の競合的結合によって除去。 されたり、共同的結合によってリクルートされたりする。三つ目に、ヌクレオソームは ATP 依存性理モデリング複合体によって移動される場合がある。ブラッドベリーの研究室によって 5SDNA 上に再構成されたヌクレオソームは熱を加えることで近接配列へ移動して再配置されることが示された。その後の研究では、 この再配置にはヒストン8両体の解体は必要なく、ヌクレオソームは DNA に沿って質に、スライドすることが示された。さらに2008年には CTC 解決合部位がヌクレオソームの配置のアンカー部位として機能することが明らかにされ、様々なゲノムシグナルの解析の際のアラインメントに利用することで隣接して位置する複数のヌクレオソームに関する 情報を容易に得られるようになった。ヌクレオソームは本質的に動きやすいものであるものの、真核生物はクロマチン構造を変化させるために ATP 依存性クロマチンリモデリング構想の大きなファミリーを進化させており、その多くはヌクレオソームスライディングを利用する。2012年、ベーナ・パライの研究室は、 ヌクレオソームスライディングが大規模な組織特異的な遺伝子発現の機構の一つである可能性を示した。この研究では特定の組織で発現している遺伝子の転写開始部位にはヌクレオソームが存在しないが、その遺伝子が発現していない他の組織ではヌクレオソームが結合していることが示された。 ウィダムの研究室の研究によって、ヌクレオソームの DNA は巻きついた状態と、巻きついていない状態の平行にあることが示された。時間分解フレットを用いたその速度の測定によって、ヌクレオソーム内の DNA は、約250水の間完全に巻きついた状態が維持された後に、自発的にほどけ、150水以内に、再び巻きつくことが明らかにされた。このことは、 DNA をヌクレオソームから能動的に乖離させる必要はなく、完全にアクセス可能な時間がかなりあることを意味している。実際、ヌクレオソーム内の DNA に DNA 結合タンパク質の結合配列を導入すると、そのタンパク質が DNA に結合して、隣接領域のアクセス性が高まるという観察結果が得られている。このようなヌクレオソーム内の DNA が、 呼吸する傾向は、クロマチン環境で動作するすべての DNA 結合タンパク質にとって重要な機能的影響をもたらす。特に、ヌクレオソームの動的な呼吸は、転写新調時の RNA ポリメラーゼ2の全身の制限に重要な役割を果たしている。活発な遺伝子のプロモーターには、ヌクレオソームを含まない領域が存在する。それによって、 プロモーター DNA に転写因子など様々なタンパク質がアクセスできるようになる。一般的に質が候母、サッカロミセススリビでは NFR は約200ヌクレオチドにわたって存在している。安定した位置にあるヌクレオソームが NFR の境界を形成する。こうしたヌクレオソームはプラス1ヌクレオソーム、マイナス1ヌクレオソームと呼ばれており、転写回部位からそれぞれ下流。 上流の一定の距離に位置している。プラス1ヌクレオソームとその下流のいくつかのヌクレオソームにはヒストンバリアント H2AZ が組み込まれている傾向がある。深核生物のゲノムはクロマチンを形成しているが、細胞は大量のクロマチンとは無関係に特定の遺伝子座を空間的、時間的に調節する必要がある。DNA 複製、修復。 転車などの核内過程の調整に必要な高いレベルの制御を達成するため、細胞はクロマチンの構造と機能を局所的、特異的に調節する様々手段を発達させている。これには、ヒストンの共有結合就職、ヒストンバリアントの組み込み、ATP 依存的リモデリング構想による非共有結合的な再構成などがある。ヒストンテールと クロマチン形成におけるその機能ヒストン就職は1960年代半ばに発見されて以降転写に影響を与えることが予測されてきた。初期に発見された翻訳語就職の大部分はヌクレオソームのコアから突出したテール部分に集中していたことからヒストン就職の機構に関する二つの主要な仮説が導かれた。一つ目の仮説はヒストン就職は ヒストンテールと DNA の間の静電的相互作用に影響を与え、クロマチン構造を緩めるというものである。その後、こうした就職は他のタンパク質をリクルートするための結合、エピトープを形成するという仮説が提唱された。近年、ヒストンの構造領域にも多くの就職が発見されており、こうした就職がヌクレオソームコア内部のヒストン、DNA 間相互作用や、 ヒストンマイナスヒストン間相互作用に影響を与えることが提唱されている。アセチル化やリン酸化などヒストンコアの電化を減らす就職はコアと DNA の結合を緩めることが予測される。その影響の大きさはコア内の就職の位置に依存している。一部の就職は遺伝子のサイレンシングと相関しており、他のものは遺伝子の活性化と相関しているようである。 一般的な就職としては、リジンのアセチル化、メチル化、指チン化、アルギニンのメチル化、セリンのリン酸化である。このようにして保存された情報は、DNA には高度されていないものの娘細胞に遺伝するため、エピジェネティックな遺伝とみなされる。遺伝子の抑制状態や活性化状態の維持は、細胞分化の過程で必要となることが多い。 ヒストンは進化の過程で顕著に保存されているが、いくつかのバリアントが同定されている。このヒストンの機能の多様化は、H2A と H3 にほぼ限られており、H2 バイトと H4 は、ほぼオフ変である。H2A は、H2AZ、または、H2AX によって置き換えられる場合があり、哺乳類の不活性化 X 染色体には、マクロ 2A が多く存在する。 H3 は H3.3 に置き換えられる場合があり、セントロマヤでは H3 はセネパによって置き換えられる。多数の異なる反応が ATP 依存性クロマチンリモデリングという用語で呼ばれている。リモデリング酵素はヌクレオソームを DNA に沿ってスライドさせたり、H2AH2 バイトに両体を不安定化する程度にヒストン DNA 間の接触を妨げたり、DNA と クロマチンに負の超螺線ねじれを形成したりする。近年では SWR1 リモデリング構造がヒストンバリアント H2AZ をヌクレオソームに導入することが示されている。現時点ではこれらが異なる反応であるのか、それとも共通の機構から生じた異なる結果であるだけなのかは明らかではない。これらの過程すべてに共通し、そして ATP 依存性クロマチンリモデリングの特徴となるのは DNA へのアクセスに変化が生じるということである。インビゴでの遺伝子活性化やインビトロでのリモデリングの観察からクロマチンリモデリングと転写因子の結合は本質的に定期的かつ周期的に生じる現象であることが明らかにされている。このことがクロマチンリモデリングの反応機構に与える影響は 明らかではないが、システムの動的な性質は、外部からの刺激への迅速な応答を可能にしている。近年の研究では、マウスの肺性肝細胞の発生過程で、ヌクレオソームの位置は大きく変化し、こうした変化は、発生に関係した転写因子の結合と関係していることが示されている。2007年の研究では、酵母ゲノム中のヌクレオソームの位置の一覧が作成され、 プロモーター領域や複製起点ではヌクレオソームが失われていることが示された。酵母ゲノムの約80%はヌクレオソームで覆われているようであり、ヌクレオソームの位置には転写の調節領域、転写される領域、DNA 複製を開始する領域などと関係した特有のパターンが観察された。最近ではゲノム全体での転写リプログラミング時の ヌクレオソーム配置の動的な変化を調べる研究が行われ、出荷公募サッカロミセスセラビシのゲノム全体でのヌクレオソームの位置変化が明らかにされた。その結果からは、プロモーター領域に極在していたヌクレオソームは、熱ショックなどのストレスに応答して位置が変化することが示唆された。さらに、 ヌクレオソームの除去は転写の活性化にヌクレオソームの置換は転写の抑制に対応しておりこれらはおそらく転写因子の結合部位がアクセスしやすくなったりしにくくなったりするためである一般的にはプロモーター上の一つか二つのヌクレオソームが再配置されるだけでこうした転写の変化がもたらされるしかし転写変化を伴わない染色体領域でも ヌクレオソームの配置変化は観察されており DNA がヌクレオソームで覆われていたりいなかったりということがが必ずしも転写と関連した現象を引き起こすわけではないことが示唆された。またヌクレオソームのない領域の保護には HMGB タンパク質が大きな役割を果たしていることが示唆された。ヌクレオソームの組み立ての模式図ヌクレオソームは生成された天然のヒストン。 または組み換えヒストンのいずれかを用いてインビトロで組み立てることができる。ヒストンの周囲に DNA を巻きつかせる標準的技術は脱塩透析を用いるものである。ヒストン8両体と裸の DNA を 2M の塩濃度の反応溶液で共にインキュベートし、塩濃度を徐々に低下させることで DNA はヒストン8両体の周囲に巻きついた状態に平行化され、 ヌクレオソームが形成される。適切な条件下でこの再構成過程を行うことによって特定の配列のヌクレオソーム配置親和性の実験的マッピングを行うことができる。近年、V 特異的自スルフィード化強によって安定性が向上したヌクレオソームコア粒子を生産することが可能となっている。ヌクレオソームコア粒子には2つの異なる化強が導入可能である。 一つ目は H2A に N38C の変異を導入することで二つの H2A の間を佳強するもので、ヌクレオソーム最高生時の H2AH2 バイトに両体の喪失に対して安定となる。二つ目は H3 の N 末端テールとヌクレオソームの DNA の末端に導入した改変ヌクレオチドとの間の佳強である。DNA ヒストン8両体間の佳境は、 非常に低い粒子濃度や高い塩濃度での DNA の乖離に対して安定となる。ヌクレオソームの組み立てのステップヌクレオソームは周囲に DNA が巻きついたヒストンタンパク質から構築される DNA のパッキングの基本的単位である。ヌクレオソームはより高次のクロマチン構造の形成のための足場となるとともに遺伝子発現制御の一つの階層を形成している。 DNA 複製の過程で解体されたヌクレオソームは複製フォークの後ろで新たに構成された DNA 上に迅速に組み立てられる。古いヌクレオソームから解体されたヒストン H3 と H4 は近接して存在し続け新たに構成された DNA 上にランダムに分布する。これらは3つのサブユニットからなるカフマイナス1複合体によって組み立てられる。一方、 新しく合成された H3 と H4 は、アーカーフによって組み立てられる。アーカーフには、アスフ1サブユニットが含まれ、新しく合成された H3 と H4 に結合する。古い H3 と H4 ではその化学就職は保持されており、エピジェネティックな特徴の継承に寄与する。新しく合成された H3 と H4 は、 クロマチンの成熟の過程で様々なリジン残機が徐々にアセチル化される。また、新たなヌクレオソームに組み込まれた古い H3 と H4 はヒストン就職構想をリクルートして新しいヒストンに標識を付加することでエピジェネティックな記憶に寄与する。古い H3 や H4 の場合とは対照的に古い H2A と H2 バイトは放出されて分解される。 そのため、新たなヌクレオソームには新たに組み立てられた H2A と H2 バイトが組み込まれる。H2A と H2 バイトは2両体へと組み立てられ、その後ナップ -1 によってヌクレオソームにロードされる。ナップ -1 はヌクレオソームスライディングも補助する。また、ヌクレオソームは IS1、IN80 や CHD1 などのコースを含む。 ATP 依存性ヌクレオソームリモデリング複合体によって配置され、その後、工事構造へと組み立てられる。ヌクレオソームコア粒子の結晶構造から3つの異なる方向から見たヒストンのホールディングと構成。それぞれ H2A、H2 バイト、H3、H4DNA と色付けされている。ありがとうございます。